そう、なんか久々やん、バンシー。お、久々。友達か。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ出発していきましょうか。この3人のメンバーでね、みんなそれぞれ MP 飴は1個ずつ持っとんやね。はい、それじゃあ宝箱、やったね、やったね、ゲットしていきましょう。行くか。いや、走り出したばっかりですけど、まだ。はい、そして中身は何でしょうか。お、ミツバチソードが入っていた。これは誰？アユナ？アユナがもらった。やった、武器が強化されたぜ。嬉しい。しかもこう、動物の森の格好をしとって、虫、まあ、動物系の武器ということで、いいね。合ってるね。まあ、タヌキチなんやけどね、格好は。よし、頑張れ、みんな。やっぱこう、ちゃんとね、強化はしていかないと、どんどんみんな強くなっていくから、敵が。天然。大丈夫。間違えて攻撃でも敵だから。初めての身長行動、確実にとどめ。お、いいやん、いいやん。イエーイ！よかった。とどめさせてくれるのめっちゃいい、嬉しい。わーい。いいね、強いよみんな。はぁ、緊張した。お、レベル3、サッチャーはレベルアップ。敵に送る歌を覚えた。敵のために歌う技、乗ってしまった敵は一回行動できなくなる。そしてゴブリンのハムと。なんか今、ゆうかさんが地面の匂い嗅ぎながら生きよるように見えた。トタケケやけんって。犬だから。おはよう。さあ、そして料理を。お任せで。さあ、どうかな？あ、やっぱりゴブリンハムはいいんやね、さっちゃん。なるほどね。まあ、だってね、例えでゴブリンハムを言おったぐらいやけん。雲の形で。はい、それじゃあお小遣い。なんでみんなバナナを欲しがってんだ？いらねえよ。いらねえよ。もうそのまま出発しましょう。もうね、ゲームチケットもなくなってしまったけんね。よし、じゃあ、行くよ。さあ、じゃあ今回はちょっと下の、こっちの方行ってみようかな。ここでも宝箱がゲットできる。よし、行こう。川底の洞窟。神秘的。行くかー。毎回そのね、間抜けな掛け声からのスタートっていう。もうちょっと気合い入れて、鼻がむずむずする。大丈夫、花粉症。そういうことじゃない。お、なんか久々やん、バンシー。お、久々。友達か。いけいけいけ。お、なんか。あはもらい泣き。お、神の力の目覚め。何が目覚めた？安全地帯の力が目覚めた。あ、安全地帯か。なるほど。おかしくなったミを治す特別な場所が使える。ほっほっほ、おかしくなった奴がいるの？頭が？うるさいな。大抵は放っておいたら治るのだが、早く治したいときは安全地帯に入れるといい。おまけで HP と MP もちょっと回復するぞ。ただし、安全地帯に入れている間、一人少ない状態で戦うことになる。よく考えて使いなさい。ほっほっほ。一番攻撃力の高いアユナが安全地帯に入ってしまう。しかしすぐに治そう。厳しいね、厳しい、ごめんね。お、いけいけ。ああ、お、騙されん、強い。強い。お、やった、体力も回復したし、ん？回復した？最初からか。はい、安全地帯から出ておいで。あいな、ニコニコ休憩しよる場合じゃないよ。眠たくなってきた。初めての天然行動。え、寝る？マジで？マジで？いや、体力は回復するんだろうけども。満タンになった。満タンではないんか。若干。もう騙されんぞ、その嘘泣きには。あは、準備に入った、マジか。ちょ、待って、まじちょっと危ういんだけど。はい、オッケー、回復。頑張りすぎかも。ちょっと一発一発がやばいな。
発一発がなんかだいぶ効くな。すやすや眠らないで。おはよう。あれ？泣いてる？泣いてたの、ゆうかさん。マジで？マジで？気づいてなかったんだけど。涙で前がよく見えない。でもちゃんと当ててくれてるけど。あゆなあれ、神の力の目覚め。はい。命の振りかけの力が目覚めた。不思議な粉を振りかけて倒れた身を復活させる。一回限りのやつか。ほうほうほう、HP がなくなってしまったか。そうなるともうおしまい。戦えないのだ。しかし、なんと命の振りかけで復活させられるぞ。命の振りかけは貴重なものだ。大切に使ってくれ。ほうほうほう。いや、てかさ、思うんだけどさ、バナナ持ってんでしょ、使えよ。バナナは自分ででしょ。あ！やばいな、こっちの目、こっちの道ちょっと強いね。さっちゃん頑張って。さっちゃん頑張って。おさっちゃんにいいとこ見せたい。よし！とりあえず一匹。余裕ではないと思うけど。いけ！多分ね、そう、右端の子が、もうちょっとでやっつけれるんじゃないかと思うんだけど。あ、まだなの？マジで。危ない危ないよ。泣きながら前のにいいとこ見せたい。ありがとう。よし、あと真ん中の子だけ。ちょ、頑張っていただきたいです。しかし、これめっちゃ体力が。体力が。頑張って、あと一匹だよ。めっちゃ泣きよる。めっちゃ泣きよる。もうあとはほら、三人がかりでその子を、ボッコボコに。そう、HP バナナ。初めての食事。HP バナナ。もぐもぐ。いや、しかし、さっちゃんの体力の方が心配ないよね、正直。お、初めてのマイペース。あ、本気出す、本気出して。ここで本気出してくれるのは嬉しいよ。珍しくやる気。新しい技、ジャンプ切り。おー、いけ、やったー。手応えあり。いいね、勝てたね、なんとか勝てたね。やばかった。あ、でも一気にレベル上がるかと思ったけど、そうでもないな。ゆうかはレベルアップ。罠を覚えた。自分の前に罠を仕掛け、攻撃してきた時に逆にダメージを与える技。お、ボーナス経験値24。さあ、じゃあこれ、あゆなにちょっと。あー、まだレベル上がらないのか。急がば急げ。急ぐしかないということだな。はい、今回これは、いや、上行くでしょ。宝箱あるからね。一緒に走るのいいよね。最後まで裏切らないでね。ヒック。お、くしゃみ。くしゃみじゃない。しゃっくり。そこだ、ゆうかさん。驚かす。痛い痛い。あ、ダメージが。ダメージが。さっちゃん機嫌悪い。今ので。今ので機嫌悪くなってしまった。ちょっと待って、またバンシー。あー、バンシー2体出てきた。きつい。きついよ。お、神の力の目覚め。何？MP 振りかけの力が目覚め、この瞬間に不思議な粉を振りかけて MP を回復できる。このタイミング、ほうほうほう、新たな力が目覚めたな。 MP がなくなると技や魔法が使えなくなる。確かにさっきあゆなが多分ゼロになったよね。戦いを有利に進めるには MP が必要なのだ。 MP 振りかけてまたバリバリ技や魔法が出せるぞ。うまく使いなさい。ほうほうほう。ということで、あとの2人は満タンなんやね。これってさ、思ったんやけど、移動中にさ、体力は回復しようんかな。さあ、いけ。お、新しい技、罠。いいぞ、いいぞ。あ、でもこれね、巨大な罠を作れるようになってほしいね、早く。全体に仕掛けれるやつ。あ、さっちゃん。さっちゃん。みんな頑張れ。ジャンプ蹴り。そこに使わないで、バンシーに使って。バンシーに使ってくれ、ジャンプ切りは。くそ、せっかくの。せっかくのマジックポイントを。はい。もうこれでないからね。もうどの振りかけもないからね。頑張って。頑張るんだ。乗り越えるんだ。お、アンコール、それアイナリに使って。オッケー、オッケー、オッケー。本気。よし、珍しくやる気を。
いけジャンプ切り。そして、あ、なるほどね、初めての食事 MP 飴、 MP 飴があったわ。一人一個ずつ持っとるやつ。よし、あ、でもそれで一旦終わったんか。つらい。でも今のアイナがやってくれて、あー怖い怖いよ。そう張り切って、よし、あと一匹、あと一匹頑張るんだ。出た。体力回復はね、まあ大事大事なんだけどもね。いけ、頑張ってくれ。この意外だからアイナに攻撃してこないでね、君。 HP バラナがない。お、初めての身長コード用意周到。お、これはこんなこともあろうかと、隠していた HP バラナを取り出した。そんなことがあるの、ゆうかさん。ちょっとさすが、さすがすぎる。いや、すごい、なんかギリギリで乗り越えていきよる感。勝てたか。そんなかっこよさげに言わないで。お、レベルアップよかった。はい、これで、ボーナス経験値。ボーナス経験値は、じゃ、さっちゃんね。よし、レベルアップ。オッケー。さっちゃん、レベルアップ。バンシーの涙ゲットー。ふぅ。あれ、宝箱は、宝箱なかったけど。え、宝箱あった、なかったよね。どういうこと。え、つら、宝箱があった方向に行ったはずなのに。え、どういうこと。お任せ。あー、ゆうかさんだけ何もない。そして私は、もしかしてバンシーの涙か。バンシーの涙は基本的にね、前回もそうやったけど、めっちゃ評判悪いんよね。あれ好きな人おるんかな？でも誰かしら大丈夫やった気がするけど。お、じゃあさっちゃん防具、いちごコーデー。まあ、でもね、見た目しずえさんなんやけどね。見た目はしずえさんなんやけどね。まあ、一応ちょっと、はい、いちごコーデ。黄色いいちご。それは売れているのか？これ、いちごコーデになったんかな、もしかして。ちょ、なったっぽい気がする。今は何も欲しくない。お着替えで。じゃ、さっちゃん見た目を。違う違う。しずえさん。そして、服の見た目を、しずえさん。オッケー。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、今回めっちゃギリギリやったね。やばいね。やっぱちょっと違った道に行ったらあんな感じになるのか。レベルを上げなければ。